とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ダウンロードコンテンツ第3弾で新しく来ますクエスト、変身してはいけないやつ。そのクエストで、おすすめの防具、紹介します。今までね、まあ防具ってそんなに気にしなかったでしょ。とにかく防御力が高いやつとか、まあ宇宙服装備してる人は多かったと思うけども、変身できないとなるとちょっとね、武器防具かなり重要になってくるのよね。なので今日はおすすめの防具、そして召喚メダル、これをねご紹介します。それではおすすめの頭防具、これです。ズラモヒカン。バトル中の人間キャラ一人ごとに攻撃力が 15% ずつアップ。これ全員人間なので攻撃力が 60% アップできるっていう、素晴らしい頭防具なんだけども、残念ながらガチャゲンです。ガチャゲン。まあ、持ってる人は今回のクエストだいぶ攻略しやすくなるのではないでしょうか。俺もね、運よく一つだけ持ってるんだけど。まあ、あと一個ぐらいちょっと欲しいかな。まあ、とりあえず、この武器、防具か、めちゃくちゃおすすめです。そして、頭防具は、これもなかなかおすすめ。ド派手パピオンマスク。防御力は結構低めなのよ。97とちょっと低めなんだけども、スキルが素晴らしい。HP がじわじわ回復するっていうやつだね。まあ、じわじわなのでそこまで回復はしないけども、変身できないから回復手段が限られてる。なのでじわじわ回復するっていうのが結構重要になってくると思うので、これもなかなかいい防具だと思います。ただこの防具もガチャゲンです。これもガチャゲンなのよね。普通に作れる頭防具は、ちょっと微妙なやつが多いんだよね。なので、ガチャゲンのズラモヒカン、そしてパピオンマスク持ってる人は、まあ、率先して装備してみてはどうでしょうか。続いて、体防具のおすすめ装備です。まず一つ目。これはね、もう昔から超おすすめなんだけども、最新式宇宙服。スキルでクリティカルを全く受けなくなるのよ。これがね、めちゃくちゃ強い。で、人間で戦うとなると、防御力ももちろん低いし、HP も低くなるので、クリティカルを受けないっていうのは、かなり重要になってきます。なので、この体防具、最新式宇宙服、おすすめです。まあ、これガチャゲンなのよ。ガチャゲン。なので、武器にもね、一応クリティカルダメージを受けなくなる武器があるので、まあクリティカルを受けたくないなっていう人はその武器を使ってみてもいいかもしれません。ただこの体防具があればこっちを装備した方が断然いいです。そして体防具おすすめ2つ目、大英雄のマントです。スキル素晴らしいです。ジャスト回避&素早さアップ。回避成功した時に素早さが 13% アップします。で、これが重ね掛けできていくんで、最大ね、100% までアップします。素早さが通常の2倍になるっていう、すごい装備。で、防御力も高いので、まあ、生存率も上がって、なかなかいいんではないですかね。ただ、これもね、ガチャゲンです。ガチャゲンのヒロイックマントっていうのをクラフトでレベルアップさせたやつがこれとなっているので、まあ持ってる人はぜひ装備してはいかがでしょうか。そして体防具3つ目、これがね俺かなりおすすめしたいんだけども、人間スクラム。バトル中の人間キャラ一人ごとに防御力 12% ずつアップ。もちろん全員人間のまま戦うので、48% 防御力が上がる。1.5 倍になるっていうことだね。
これを装備するだけでもう本当に生存率が格段に上がると思うので、この装備はおすすめ。続きまして、召喚メダルのおすすめをいきたいと思います。召喚メダルのおすすめ、生身スキル。生身、これ人間万歳っていうスキルで、変身ゲージが溜まりにくい代わりに人間の時の攻撃力がアップするっていうやつだね。レベル720の状態で攻撃力が 80% アップする。これは全然違う。まあ、今まではね、これ爆食を装備してたんだけども、人間の時であればこっちの方がおすすめかな。まあ、爆食だったら防御力まで上がっていいんだけども、まああれ 40% が上限なのよね。攻撃力が 80% 上がるっていうこの装備、めちゃくちゃおすすめです。生身。そして召喚メダルのおすすめ、これもなかなかいいよ。妙技スキル、達人の片手技。片手武器のダメージが 70% アップ。これね、装備してる武器によって、変えていくといいと思います。まあもちろん生身を装備すると一番いいんだけども、このね、なんとか武器の時のダメージをアップするっていうのも、まあ生身を持ってない状態であればおすすめします。まあ片手武器が妙技で、両手武器は強振、音楽武器は音玉、パンチ系は剛剣で、あとキック系とかね、投げ技とかいろいろあるんだけども、まあそれを、まあ、生身は持ってないならば装備してもいいと思います。まあとにかく、召喚メダルのおすすめは一番は生身で、生身の、スキルを持ってないってなれば、このね、武器系統のダメージアップをおすすめします。はい、ということで今日はそろそろ来るであろうダウンロードコンテンツ第3弾の新しいクエスト、変身してはダメなやつ、それで使える防具、そして召喚メダル紹介してみました。まあ今まではそこまでね気にしてない部分があったんだけども、今回のクエストではちょっと気にしていかないと勝てないと思うので、まあ今日紹介したやつ、まあ持ってれば装備して、で持ってないならば、まあちょっとねガチャを回すとかね、そういう風にしてみてはいかがでしょうか。まあ紹介したのがほぼほぼガチャゲンっていうので申し訳ないんだけども、はい、まあ持ってる人はぜひ装備して挑戦してみてください。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。